はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、 KK でございます。ってことで今回もドクトウチで頑張っていきたいと思います。前回ストリンダーが、化け物じみた、強さを見せつけたんで、今回はドヒドかドラピオン頑張って活躍しような。これダルマギャラとかドヒドでいけんじゃん。で、ドヒドでミミックもワンチャン決定で、下3匹をどうにかするっていう感じで、下3匹どうしよっかな。下3匹誰で狩るよ。ラフレシアでワン、まあ狩れるっちゃ狩れるんだよね。ラフレシアで、ラフレシアそれでいくか。初手ラップドヒドラス1な。これじゃあドラピオンはこのパーティーには通用しないから、ストリンダーも今回お呼びじゃないんだよね。微妙にお呼びじゃないけど、この6匹だったら一番刺さってるのストリンダーなんだよな。ストリンダー強くね？強くね、マジで。やっぱ自分で考察するより人の考察見た方がやっぱりいいね。その見てよ、一番下のドラピオン、あれ3の実持たせて確定吸収狙ってるやつなんですけど、自分で考えたんですよ、あれ。さ、コメントでなんか3の実持たせたら確定吸収だよっていうのを見て、あ、いいじゃんっつってやったんですけど、やっぱ人のちゃんと考察見た方が強いからね。やっぱり強い考察の方がいいよね。こういうポケモンだったりちゃんと調整してるからありがてえよね。使ってて使ってて楽しいわ。やっぱり自分で考えるのも楽しいけどね、考察っていうのは。こんなんでいいのか。ドクロックもあれ自分で考えてやったんですけど、もうどうしてもダイジェットがしたくてしたくてたまんなくて、あの時は作ったやつなんですけど。で、ここどうするかなんだよな。相手突っ込んでくんのかね。突っ込んで来なかったとして交代先は認むか。交代先するとしたら認むか。認む、まあラフレシアで受けれるけど、ボルテンされてまたヒダルマドーンされるのめんどくせえから、ここはネットを巻くか。まあ独独でもいいんだけど、引っ込めてくるロトムだよね。サザンドラか。へえ、サザンドラか、きついな。きっついなぁ。これ大地打ってくる顔してんなぁ。きっついなぁ。どうしようかなぁ。あ、どうしようかなぁ。ラフレシアのムーンフォール倒せるんですけど、まあ、これ直帰ストリンダーに入れ替えて一回。もしかしたら捨てる行為になるかもしんないけど、大地打たれて。まあ、ここはもうストリンダーで受けるしかないんですよね。アクハありがて。アクハは大丈夫。よし、似たえする。似たえするから、ここはここほっすり爆音波のが良くない。アクハオッケー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 。ひるむなよ。ひるまなければワンチャンある。オッケー。ほっすりで後続のことも考える。もし倒せなかった場合の後続のことも考えないといけないから、ここはほっすり爆音波で、たたり目は効かないんで、爆音波ぶつけるか。で、ワンチャン麻痺ったら、ナイスって感じ。よし、爆音波、いったれ。ドカンと一発、ドラー。まあ、耐えられるのは分かってる。赤打たれた。まあ、しゃあない、しゃあない。でもこれ、スカーフの可能性あるよな。ラフレッシャー、ドーン行くけど、スカーフの可能性がまだあるんで、上から殴れるパターンもあるんですけど、まあここはもうムーンフォーぶち込むしかないね。せめて上から殴れて。意外と S は、あ、早くねえか、この子。引っ込めてきた。何？ヒヒダルマ。あー、なるほどね。なるほどね。はいはい。で、素直にドヒドに引いていいのかなって個人的には思う。ここは僕引かない。
ックは僕引かないわ。力吸い取るわ。引かない。うわー、やられたかー。突っ込むんだー。嘘やーん。ここ突っ込むんだ。ドヒド見てんのにつらら落とし打つのはもう天才すぎるわ、ほんとに。すげえなー。天才だなー。ようぶち込めたなー。ドヒド交代やってつらら落としやって、どうせサザンに交代するから僕もラフレシャに交代してっていう。そっちの方が安全だったかな、やるとしたら。でも交換読み交換普通に見えたんだよ。釣り交換が普通に見えたからね、釣られたし ぶっこんできた。マジかよ。ぶっこんできやがった。マジか。やけどにしてちょっとやりたいところなんですけど、やけどにしてくんねえかな。やけど無理か。どうしようかな。これは毒で倒すのが正解かな。自己再連打したいし。 OK、 ナイス。当たらないのはでかいね。さあ、サザンは機能停止してるから大丈夫だとして、毒毒ぶんまくか。うわ、引っ込めんの。嘘やん。そこで引っ込めんのか。マジか。ネットをぶち込むしかないよね。上から殴れないよね、これ。さすがに麻痺してくんねえかな。流星群、これはいい起点になる。大丈夫。一発耐えたらもうあと自己再生連打するだけで大丈夫だから、ネット倒せなよ。 OK、 次で倒せそうだね。このドヒドイで使うと動画時間クソ長くなるから嫌なんだよね。嫌なんだよね。だから僕使いたくないっていうのはある。あんま使いたくないんですよ、ドヒドイで。こうやってめっちゃくちゃ時間かかるから。ギャラね。まあ大巻きってくるだろうけど、熱湯で焼けばいけるな。挑発か、きついな。焼けよ。焼かないとまずい。焼かないと。焼かないとまずい。焼けよ。焼けよ。ポッ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 。まずいな。あ、まずいな。これ焼かないと本格的にまずいな。これ焼かねえと本格的にまずいぞ、トキちゃん。焼いてよ。ポッ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 。オッケー。ナイス。ナイスポッ。ナイスポッポ。ラムは効いてねえよ。なんかラム多くなったな。せっかく7歳でラム持ちが少なくなったのに。すんげえ多くなったな、ラム持ち。マジでキッズ。 OK、 悠長、悠長の前、まだ悠長の前。まだ悠長の前だよ。いけるよ、まだ。ポッ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 。まあ挑発打ってくるんで、ネットをぶちかまします。 OKOK、 それは見えてる。よし、もう一発いこう。ポッ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 。よし、オッケー。で、あとはひたすら頑張る。オッケー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 。大丈夫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 。信じろ。大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。九州の立ってくんねえかな。正直大ストリーム打つのもありなんですけど、まだ打っちゃいけないんだよね。オッケーオッケー。ゆうちょゆうちょゆうちょ、めっちゃゆうちょめっちゃゆうちょ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 銀行、ゆうちょ銀行。
ゆうちょ銀行、めっちゃゆうちょ銀行でボッてやって、挑発切れた、ここは自己再生。挑発打ってきたか。その交換、挑発読み、熱湯読み、挑発攻撃してくると思ったんだけど無理だったか。これまずいな。これありがてこれめっちゃありがてこれは完全に悠長の前。ここで攻撃仕掛けないのは完全に悠長。いけるいける。熱湯ダメ、やけどダメ。うわー、次のやけどダメで落ちねえのか。うわー、次落ちると考えて僕大ボールぶちかましたかったけど、あ、挑発打てないんだこれ。うわ、挑発で打てねえんだ、嘘やん。やっちゃったなー、これ挑発で打てねえんだ大ボールも。うわー、そうなんだ、そこ勉強になったな。解除されるかなって思ったの、金縛りみたいなのが解除されるのかなって思ったけど解除されねえんだ、そりゃきついな。ダイジェットほら、サザンドラとか、まあヒヒダルマの攻撃で落つか。さすがに落ちちゃうか。落ちる落ちる、落ちない。挑発解けた、オッケー。挑発解けたのはでかいわ。大ボールが打てる危ねえ、危機一発、マジで危機一発、あっぶねえここまで来たら勝ちてえよ、ここまで来たら勝ちてえよ。HP98 で次のヘドロで回復、食べ残しが100超えるか。100超えたらいけるっしょ。よしよし、さっきのつらら落としが50ぐらいだったから、まだいける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 よ、まだいけるよ、まだ諦めちゃいけない、まだ諦めと、まだ諦めちゃいけない、まだいけるから、まだいけるから。サザンドラが麻痺ってヒヒダルマの攻撃耐えて勝ち。さあ、あとここマヒルだけ。マヒってくれたら勝ちだから。マヒったら勝ち。さあ来い。マヒったら勝ち。オッケーよしよし、これで大ストリームで火力上がったんで、次のヒヒダルマ多分倒せるんですよ。多分倒せる。大ストリームで水の力上がったんで、これで。多分倒せるんですよ、この次の大ストリームで。だから、ヒヒダルマの攻撃を耐えれば勝ち。耐えなきゃ負け。さあ、ドヒド。頑張ってくれ。HP116HP あったら十分でしょ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。自分を信じろ。自分を信じろ。ドヒドイで、自分を信じろ。信じる者は救われる。信じる者は救われる。頼む。頼む、信じる者は救われる。頼むぞ、ドッヒ。いけるよ。コウさん対戦ありがとうございました。自信持ってなかった。やったぜー。